お兄ちゃん、ちょっとお小遣いくれない？今ちょっとピンチみたいな。またか、しょうがないな。いい加減にしてほしいわ、このやりとり。私は明美、34歳。2歳年上の夫、雄一とは結婚10年目なのだが。いつもありがとう、お兄ちゃん。出世払いで返すからね。わかってるって、気をつけて帰れよ。夫はとにかく義妹の恵美さんに甘かった。恵美さんは32歳独身で、なおかつ実家暮らし。仕事は長続きしないくせに、物欲だけは人一倍ある。今日も突然来たと思ったら、新作のバッグを。あなたにはこんなの買えないでしょとばかりに、うちへ来るたびに何かしら見せつけてくる恵美さん。それを買ったお金もうちから出てるのに。私たち夫婦は共働きだが、決して裕福ではなかったので、恵美さんについて義実家に相談したこともあった。しかし、孫の顔も見せてくれないあなたが何を言うの。子供がいないならお金も余裕あるでしょ。そうだぞ、共働きとはいえほとんどは雄一の給料だろ。妹に小遣いをやるのがそんなにおかしいのか。専業主婦だった義母と定年まで公務員をやり、今は再雇用で働いている義父。二人ともお金は何とかして当然と言い張り、解決の糸口は見つからなかった。そして何より、私の頭を悩ませていたのは夫だ。実のところ夫の収入は私より少ない。しかも義母は私を孫の顔も見せてくれないと責めるが、子供ができない理由は夫にあった。頼む、うちの親には言わないでくれ。私は夫の懇願を聞き入れ、不妊治療の費用もどうにか工面していたのである。恵美さんへの小遣いも、結婚当初は私に黙って渡していた夫。ところが夫婦で折半していた生活費をめぐり。悪い、今月はこれしか出せないけど。え？先月の半分だけ？こんな状況が続いたので、怪しく思った私が問い詰めたのだ。私にバレたら最後、この異常な小遣い制度も終わるだろうと期待したのだが。もうお姉さんも知ってるから、もっと気軽に借りられるね。恵美さんはむしろ開き直ってしまったから立ちが悪い。そんなこんなで10年が経過。夫のことだけでなく、子供が望めるのか不安になってきたこともあり、私は軽い鬱のような症状に陥ってしまった。いっそ離婚した方がいいのかもしれない。雄一のことはまだ愛してるけど、もう疲れちゃった。ため息が増えた代わりに口数が少なくなった私を見て、夫も不機嫌そうにしていたが。ごめん、明美。俺が悪かった。ある夜、仕事から帰ってくるや否や、私の前で手をついて謝ってきたのだ。え？急にどうしたの？お前、最近やたら暗いじゃん？なんか見てて腹立っちゃって。職場の連中と飲みに行った時、みんなに愚痴ったんだよ。すると、それを夫の上司が聞いていたそうで。奥さんの味方になれるのはお前だけなのに、ここで愚痴ってる場合か。そんなんじゃ離婚されても仕方ないぞ。上司は愛妻家らしく、家に帰れば持病のある奥さんにひたすら付き添っているのだとか。普段すげえ優しくてさ、怒ったとこなんて一度も見たことない人だったんだけど。そんな上司に叱咤され、さすがに夫も反省したようだった。本当にすまない。俺、明美が仕事も家事も何でもできるし、いつも笑ってたから。甘えてたんだ。結婚10年目にして夫が改心してくれるとは、私にとってまさに晴天の霹靂。そこから私たちは話し合いを重ね、夫婦の問題を一つずつ解決していった。やがて正月を迎え。ね、恵美さんに毎年お年玉あげてるでしょ？今年は。ああ、もうあげないようにするよ。あいつも学んだ方がいい。すっかり頼もしくなった夫と一緒に義実家へ。明けましておめでとう。はい、お兄ちゃん、お年玉ちょうだい。私たちが到着すると、恵美さんは夫にニコニコと手を差し出してきた。恵美、お前はもうお年玉をもらうような年齢じゃないだろう。夫がそう続けると、恵美さんは一瞬拗ねた顔を見せるも、また笑顔を作り。じゃあさ、いつもみたいに貸してよ。ほら、お正月って何かと物入りだし、ね。ズーしい要求を続けてきたので、夫は冷静に言い返す。あのな、うちもそれほど余裕があるわけじゃないし、子供だってまだ諦めてないんだ。帰ってくるあてのない金は、もう恵美に渡せないよ。お兄ちゃんひどい！明美さんに何か言われたのね？恵美さんはわめき、義両親を召喚。おいおい、正月早々どうした？めでたい日なんだから、小遣いくらい気前よくやったらどうなんだ。
大体明美さんのせいで私は孫の顔が見られないんでしょ。そんなにお金がないなら私たちと同居すれば家賃が浮くんじゃないの。義両親は当然のごとく恵美さんに味方する。そこで夫はこんなこともあろうかと作ってあった紙資料を取り出した。これ恵美が出世払いってうちから借りてった金額の一覧表。もう3桁言ってるんだけど、いつ返してくれる？そう、私は夫が恵美さんに渡したお金を把握できる分は逐一メモしていたのだ。それは出世払いって言ってるでしょ。出世すれば。就職しないどころかバイトも続かないお前がいつどこで出世するんだよ。夫が一括すると恵美さんは沈黙。出世払いってことは利子を上乗せしてもいいの？年率は何パーセント？金額が金額だからこの際はっきりさせてほしいんだ。予期せぬ展開に義両親も目を白黒させている。それに俺たち夫婦に子供ができないのは本当は俺に原因があるからなんだ。不妊治療も続けなきゃならないし、恵美に出してやる金なんかないんだよ。な、恵美、お前よくも今まで。ゆういちが大変なのにお年玉とかお小遣いとか言ってる場合？夫がカミングアウトすると義両親の態度は一転、今度は恵美さんを叱り始めた。涙目でデモデモだって状態の恵美さんに私はこう言い放つ。いいんですよ恵美さん、別にお金は返してくれなくても。そう聞いた瞬間、恵美さんはパーッと表情を明るくさせたが、まだ私の説明は終わらない。その代わりお父さんとお母さんに返してあげてください。私の言葉を理解できなかったのだろう。恵美さんと義両親は母官顔に。恵美にずっと渡してきたお金は父さん母さんの老後やもしものための金でもあった。そういうことにしよう。俺たち夫婦からそっちへの援助はこれで終わりだ。ゆういち、お前一体。今後何かあってもうちは一切助けないし、もちろん同居もありえないから、そのつもりで。それじゃ。そこまで言うと私たち夫婦は相手の反論も待たずに義実家を退散。新年だし気持ちよくリスタートしようと帰り道にはスマホの番号を変えてやった。家に突されないか心配ではあったが、向こうは向こうで揉めていたのだろう。正月は穏やかに過ごすことができ、そのまま新居への引っ越し準備を開始。この部屋良くない？そうだね、子供と3人でもゆったり暮らせそう。実を言うと私は義実家では隠していたものの、すでに妊娠していたのだ。夫は地道に不妊治療を続けていたし、夫婦関係が改善されたことで私もうつっぽい症状から脱出。私自身のストレスも妊娠の妨げだったのかな。もしかしたらこの子はしっかりタイミングを見定めて私たちのところに来てくれたのかも。まだまだ膨らんでいないお腹を撫でながらそんなことを考える。一方、夫の仕事にも転機が訪れた。明美、俺異動になった。栄転だぞ。そうなの？じゃあお給料も上がる？当たり前だろ、これで家族が増えても安心だ。さらに話を聞くと、異動を命じたのはあの時夫の目を覚まさせてくれた上司らしい。不妊治療もだけど会社でも腐らずに頑張ってくれてたのね。義実家との縁も切ったし、これからは家族の絆を深めていこう。そして生まれてくる子供は間違っても恵美さんみたいな寄生虫には育てない。この誓いだけは何が何でも貫こうと思っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。